久保さん待てるか待てるか待てるかはいまああのこの前ねコンサルちょっとしててあのまあ指摘したんですけどもまあその入り口がまあリストを集める入り口がまああの10日間の講座ですよみたいな10日間の講座をプレゼントしますみたいな 内容だったんですけども、まあ、中身見てるとそのもう6日ぐらいかな5日目ぐらいかなセールスが入ってたんですよで入り口としては10日間の <laughs> 無料講座言うてるわけですよなんだけどその10日間の講座の中にもうセールスも入っちゃってるんですよねなんで、まあ、これはもう10日間しっかりとギブしてくださいみたいなまあちょっともうそもそも骨組みを変えましょうみたいな話をコンサルしたんですけども なんだな待てないときついですよね。まあ投資も待てないときつい部分もあると思うんですけどなんだろうな女性との関係とかもそうで付き合いたいけどもそのタイミングで付き合ってくださいって言ったらその成功確率ですよね。どのタイミングでどんなラポールを築いた段階で付き合ってくださいっていうのか。 自分は付き合いたいで気持ちがあってその目的でっていうのはあったとしてもどこのやっぱ段階でそのプロポーズするのかによってその成功確率って全く変わってくると思うんですよねまあ分かりやすく言うなら <laughs> 分かりやすく言うならね会った瞬間に結婚してくださいって通るわけないじゃないですか会った瞬間に結婚してくださいっていう成功確率ってかなり低いと思うんですよねだけどそれを関係性構築していくと、まあ、その成功確率って非常に上がると思うんですよね だから要はそこまでその待てるかどうかですよねだけどみんなお金が欲しいから売り上げ欲しいから先にやっぱ言っちゃう部分あるんですよねだからやっぱまあとにかくまあギブギブしてまあ究極系言うとまあ久保さんも多分経験あると思いますけども究極系言うともうとにかくもうギブしかしなくてギブアンドテイクじゃなくてギブアンドギブみたいなね多分こういう話も久保さんしてると思うんですけどギブアンドギブとにかくもうギブしまくって もう、もう、いやもうすみません、有料なんかないですかみたいに、向こうから言ってもらえるぐらいするっていうのがやっぱ結構大事ですよね。まあ、これはね、僕の方にも書いてあります。あの、僕の場合は、ギブアンドテイクじゃなくて、ギブか1 0 0って書いてありますから。うん。で、ギブか1 0 0で足りないんだったら、さらにギブするっていうね。ここに書いてありますけど、ギブか1 0 0で、100で足りないんだったら、もっとギブします、みたいな。もう、これしかないでしょ これが究極だと思います。うんまあ、こ,これ以上の究極の戦略マーケティング戦略って僕ないと思うんですね、うん、これ以外ないっすと思ってます、うん、まあ時代が変わってもずっと通用する究極ですよねまあそのなんかトレンド的にこういう売り方があるよとかこういうやり方あるよっていうのはあの時代に応じていろいろ出てくると思うんですよ YouTube が出てきた時は YouTube を使って何かやるといいですよとか、Zoom が出てきたら Zoom でクロージングするといいですよとか、いろいろ出てくるんですけども、でも本質的な変わらない、ずっと時代が変わ,ら変わっても変わらない、ずっと通用する究極はもうとにかくギブするっていうこと。まあ、それは何でかっていうと、人間の感情は変わらないからですね。うん、心理は、真相心理は大した変わらない。時代が変わっても。うんはい、待てるかどうかですね。 行ってらっしゃい